オカルトラジオ、今日はオカルトラジオ、ラジオ出演ということで、はい、はい、木村さんとケスケと今ね、本番前のどうしたんですか多分緊張してると思う。あ、なるほど、緊張で目線をちょっとアップもらいますね、それの、はい、なんで一言喋らないですかいや、そういう感じなんだね、はい、そういう感じで、で、まあ、ちょっとね、ダナティの部屋ということで、はい、出させてもらいますけど、しれっと終わらんでくださいよ膨らませられない力不足です、俺たちの今日なんかね、僕あのオカルト情報をいつも提供してくれてる、もう結構深い闇の話らしいとかの話を提供してくれてる方から電話があって、今日出るらしいねっつって、え、すごい、なんかラジオ聞いてたら、たまたまこれ聞いてたらしくて、うん、後で出るみたいな情報を聞いたので電話しちゃったっつって言ってましたんですげえ、はい、出ますよ、出ますでもまあ今日は僕たちはそんな怖い話とかをするわけではなく、うん、まあまあ1話ぐらいできたらいいなとは思いますけど、うん、でもちょっと時間がね、短いんでね、うん、そうそうなんですよね、そうなんですよね。じゃあなんかもしかしたら話すかもしれないってことで、なんか1話用意しておいた方が良かったですかね。短いやつ。もうそんなんだってケースがね、100あるから。100ありますからね。全然大丈夫ですよ。一番弱いやつ出します。すげえふわっとして。一番。何だったのかなとかして。はい、でこのオフショット感ちょっとはずいですね。なんか。収録前もこんな感じですからね、いつも。うん、そうですね。でもまあメインパーソナリティの飯田さんの怖い話、はい、楽しみですね。ね、聞かせてもらえたらいいなって。うん、すげえ弱かったらどうします？ああ、まあそれだったとしても、もう僕たちのチャンネル運営にかけて膨らませましょう。そうですね。そうですね。考察系それを考察するっていう話、チャンネルですので ね、うん、ね。ここで腕を見せつけてやろうじゃないかと。ね、本当だね。ということでね、もうすぐ本番なので、はい、一旦ここでカットしますね。また後ほど。また後ほど。よろしくお願いいたします。今日はありがとうございます。お願いします。いやー、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、今日はよろしくお願いいたします。お願いします。本当に岡田さん、FM 豊橋へようこそいや、嬉しい、本当にいいっすね、そういうのいいっすね。いやー、いやーさすが、さすがですね。俺たち一個もできなかったっすからバレますよ。いや、もうなんかでも本当にオカルトラジオさんと、はい、あのヤシの実 FM のコラボということで、はい、第2弾ですね。そうですね、はい、ちょっとタイムテーブルもらったんですけど、はい、ちょっとそれにはなかった、はい、飯田さんが持ってる怖い話聞きたいです。そう、あのね、本当に公共の電波に乗っけていいのかっていう話ですけど、でも、はい、見つかる。今日ですね、楽しみ。どうした？用意をしてきましたので、はい、考察していただければな。はい、少し。皆さんの紹介をさせていただいてから本編に入っていく。はい、はい、はい、呼び込んでくれるってことですか。はい、静かにしてください。はい、静かにしてさあ、始めていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、はい、始まりました、だまきの部屋。ここからは東三河で輝いている人、注目されている人、頑張っている人など、最近話題のあの人をゲストでお招きしてお話をお聞きしていくお時間です。玉木の部屋へようこそ。いやね、今日のゲストさんはその全てかなっていう、東三河で輝いていて注目されていて頑張っているかなっていう方を今日はお呼びしております。はい、皆さんお待ちかねのこの方々、考察系 YouTuber THC オカルトラジオさんです。よろしくお願いいたします。お願いします。こんにちは、お願いします。三拍子揃った。注目されてますか？いや、あの、実はあの、そんなあの東三河の人たちは、私たちのことはあのよく知らないんですよ。あ、そうですね。でもね、ごめんなさい、確かに私もそうだったんです。聞いてもらっていい？なんで皆さんのこと知ったか聞いてもらっていい？あ、はい、知らないです。ある時、はい、あの、私家がね、湖西なんですけど、はい、三ヶ日経由でね、豊川に抜けようと思って。なるほど、なるほど、分かっていただけたと思うんですけど、はい、そしたらね、
なんか変な看板を見つけたんですよ、私。あんま正面で変なって言わない方がいいと思います。オカルトラジオって書いてあるわけ。はい、と思って、あんまり看板なんてね、そんな目を向けないんだけど、目に入っちゃって、しかも QR コードが貼り付いてたの、うん、はい、すかさず読み込んで見ましたわ。何これって、そうなん、しかも豊橋の人たちじゃん。そうなんですよ。登録者数5万って言って、いや気持ちがいいですね。多分ね、多分あの看板で入ってくれたのマキさんだけじゃないですか。そんなことないと思いますよ。いやっていうかね、こんな看板作れるぐらい儲かってんだこの人たちは。イコールすごい面白いんだろうなっていう、そこからの面白かった。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ会ってみたいと思って。それで読んでいただけたということですね。そうなんですよ。本当に今日はね、お越しいただけて嬉しいです。いや、僕たちも呼んでいただいて嬉しいですよ。本当にありがとうございます。そうでね、メッセージもね、いただいていて、ひなさん。はい、オカルトラジオの皆さんこんにちは。こんにちは。ラジオに出演すると聞いて、県外ですがメール送らせていただきました。はい、ただいま絶賛部活中ですが、部活中、ラジオおともにたくさん字を書いています。こちらも皆さんのご活躍を楽しみにしています。コロナが落ち着いたらぜひ愛知県に遊びに行きます。はい、そしてですね、イモケンピさんからも、はじめましてです、はい、オカルトラジオのメンバーが出演すると聞きメールさせていただきました、うん、オカルトラジオいつも楽しく聞いてます、うん、本日出演されると聞いて聞かせていただいてます、はい、埼玉から豊橋のラジオが聞けるなんてすごいですね。軽快なトーク楽しみです。はい、あ、嬉しいですね。これユッキーさんもです、うんうん、こんちはオカメンのユキです。木村さん、はい、ファイト。はい、ありがとうございます。単体なんです。単体でちょっとあのエールが送られました、ね、ありがとうございます。こ見事に東三河は誰一人おらず。そうですね、そうですよ。僕たち豊橋素通りできますからね、本当に。いや、でもちょっと待って、そう、おからずさんのね、まずご紹介をさせていただきたいんですけど、はい、ご存じない方のために2016年に YouTuber として8月31日かな登録をされて、はい、そっから、ね、活動がちょっとね1年ぐらい空いてるんですよ。そうそう、実は、はい、始まるまでに登録しただけで。そうなんだね。そうなんですよ。愛知県豊橋市で YouTube にて活動中、ともさん、木村さん、圭介さんの3人組です。略称はオカルトラジオということで、オカラジ、はい、階段朗読、階段考察をラジオ形式で投稿する考察系 YouTuber でいらっしゃいます。はい、はい、いや、考察の部分がね、ほんとね、ちょっとね、あのこう何、イヤホンでね聞きながらね、プーみたいな、あれがね、怖い話のはずなのにみたいなところもありながらの。そうですね、すぐ脱線しちゃうんで、ね、まあ、それがね、多分3人でやってらっしゃるいいところでもあるのかなと思いますけど、いやでも、なんで階段だったのか、まあ、オカルトだったのかっていうところ、うん、すごい目の付けどころですよね。まあ、元々は、うん、あのリーダーのともくんと僕、はい、ケイスケは昔から仲良くて、二人でよくドライブ中とかに、はい、怖い話しようぜみたいな、うん、新しいのあるって言って二人で話し合ってたりとかして、そっからなんか、こういうのいろいろやろうぜみたいな、うん、なんか当時はミクシーだったんですけど、はい、ミクシーのコミュニティで2人でなんかオカルト的ななんか作って、はい、その心霊スポット行って調査したりだとか、うん、っていう、そうなんですね。そうなんですよ。それをやろうぜって言い出して、うん、その中の一コーナーで YouTube でラジオ面白くない、うん、みたいなのを話してたんですよ、うん、それでそれが始める6年前ですね。6年前。そうなんですよ。2010年ぐらいってこと。そうですね、だいぶ前ですよね、うん、出会った頃からずっと言ってるんで、うん、2人で。え、怖い話好きなんですか。怖い話大好きです ね、 ですね。え、なんか拾ってきたりとか変な話しないんですか。あ、でも朗読とかは結構その有名な話だったりとかをして、うん、それを考察するみたいな、うん、はい、まあそうですけどね、うん、確かに確かに。拾ってお化け的なことですか。そうそうそう、そういうことですか。私、怖い話を読むだけだったら別にそんな、うん、そういう、うん、体験とかないですよ。あ、本当ですか。まあ、まあ、その場所に行ってとかね。あ、確かにね、またそうだったら、うん、そう、冷静にね、考察するっていうことだから、
確かにまあ霊もね寄ってきようがないのかなみたいな。その考察聞いて紐解いて僕の気持ち分かってくれたみたいになって成仏する人とかはいるかもしれないですね。なるほどね。あ、いいですね。そうですね。でも適当なこと言ってるとマジで呪われる。そう、なんか結構スタジオなんかだとねすごいそういう話してるとラップ音がとか、あ、皆さん多分藤沢町のスタジオ行かれたことありますよね。あります、ね、そうですよね、はいはい、あっちのスタジオの方が多分そういう話ってねいろいろあったみたいで、私は、ね、そんなに体験はしてないんですけど多分ねそうよっちゃんあたりに聞いてみると、うんうんうん、あるんじゃないかなと思うんだけど、ぜひ今日そこでやりたかったですね。もう今ね木村さんが変わっちゃったから変わっちゃってるのかな。そうなんですよ、ね、木村さんはだってそっちでパーソナリティやってますから ね、 昔 ね、 ね、そうですよね。本当にねそうなんです。あとでじゃあそれはよっちゃんに聞いてみましょう、あ、そうですね、あっちのあっちの声聞いてみていただければなと思いますけどね。そうなんですよ、考察系 YouTuber ということで、はいはい、そこもちょっと面白いというか、そうなんなんかねさっき別のリスナーさんからも、うん、大賀まときさんと、あ、はいはい、知ってるんだけどって、うん、そっちは知ってるんだけどって言ってたんですけど、ほらね、そうコラボされてますもんね。そう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 なんです、ありがたいことに。なんで豊橋そんな心霊関係の YouTuber さん多いんだろうってね思っちゃったんですけど確かにねえ、そうですね、なんか最初はこう何ていうんですか、朗読、怪談朗読みたいなのを YouTube でともくんも聞いてて、うん、僕はあんまり聞いてなくて、ともくんからその朗読で聞いた怖い話を話してもらうみたいな感じだったんですけど、うん、それを2人でこれってこうじゃないっていうのを何ていうんですか、そう始まってたんだね。そうなんですよ、そっからね、本当にただの社内トークだったんですよ、それが、でそれを YouTube でやろうっていう構図を作ってから何もせず、うん、木村さんが6年後にケツ叩いてくれたっていう、うん、でやってみたら意外と、木村さんはもう本当にそれをお二人がやってるのを聞いていて、はい、いやこれさちょっとやってみようよみたいな、そういう感じで、あ、話だけ、うん、そういうのチャンネルをやろうかと思っててっていう話を友が私にしてくれたんですよ、はいはいはい、でそれもすぐやった方がいいじゃんっていう話で、うん、まあでもちょっと圭介の仕事が忙しくてみたいなところから、うんうんうん、ちょっと足踏みしてたんで、うん、もうやろうって、うん、もう本当にじゃあ見切り発車、背中を押してくれた、見切り発車でもいいから、ね、とりあえずやろうって言って、うん、で始まったって感じなんですよね。木村さん、うん、木村さんおらんかったら始まらんかったっす、ね、そうですね。ずっと構想のまま。でもまあ意外とともくんはやる気になってましたよね、その時も。ああ、まあ機材とかはね、うん、揃えてたからね。うん、いやね、うん、でもそれこそその怪談話もね、意外と長いじゃないですか。私たち今喋る仕事やっててね、ナレーションなんかの仕事もすることあるんだけど、あそこまでねずっと喋り続けるってなかなかないっていうのがあって、あそれもねすごいなと思って、もうあれ編集してるんでね、いやそれにずっと喋り続けるわけないんで、まあ確かにね、生じゃないね、どうでも行くでしょうし、乾くでしょうしと思うんですけど、 うん、それでもあのねボリューム喋り続けるってすごい、長いやつは1時間ぐらいずっと朗読してますからね、ずっとだって聞いてることありますもんね。そうすごいですよ ね、 ね、まあ別に上手くないんですよ、朗読も別に、なんかプロの方みたいな、なんか上手さはないんですよ、なんかもうね雰囲気で押してるみたいなところがあって、そうなの、それがね余計にそうなの、そうなの、そうなの、ごめん、それが余計に怖いんですよ、なんかリアリティがねあると素人感みたいな、そうなの思ってたみたいです。別に上手くない、この人別に上手くないなって思ってたんですよ。いや僕たちは思ってますよ、上手いと。いやでもね上手いと思いますよ。お世話すよ、後出しじゃないですよ。あ、全然そこなんかプライド持ってやってないんで全然大丈夫なんですよ。いやいやいや、ね、はい、本当にそこが本当に怖いなと思って、私の考察ですね。
ちょっと考察していただきたいなと。おっと、ぜひぜひ。小話聞かせてくれるんですか、聞かせてくれるんですか。いや、最高じゃないですか。こうやってね、せっかくお越しいただけるしと思って、はい、ぜひちょっとね、料理してもらおうかなと思ってるんですけど。体験なんですか。一応体験なんです。あ、いいっすね、いいっすね。なんですけど、はい、私ね、全然霊感がない人なんですよ。あ、いいっすよ、いいっすよ、いいっすよ。で、なんだったらお化け信じてないっていう感じなんですね。で、まあ、そんな中一応ねちょっとデモと思って昔の話なんですけど、私大学時代、まあ、東京に本校がある大学に通っていて横浜に住んでたんですね。で4階建ての一応その、まあ、マンションというか、まあ、ちょっとこうアパートに毛が生えた程度の建物がに住んでいて、一応女の子だからっていうのでね、オートロックのところをうち の, 父が選んでくれて、まあ、そこに住んでたわけです。なんで本当にその入り口は一つ しかなくて、でそこからピンポンってやって私が上から開けないと入れないっていう、そんな、まあ、マンションというかね、アパートみたいな感じだったんですけど、そこにまあ、住んでいて、で私3つ下の弟がいるんですけど、3つ下の弟が受験でね来た時、まあ、上京してきた時にお姉ちゃん泊めてよと、で一緒にまあその日泊まって、で私はでも、まあ、バイトが忙しいので、まあ、バイト行ってくるわって言ってその弟を残して、その日にね、まあ、家を出て仕事に行ったわけです。でうちの弟が一日家にいたわけなんですけど、そしたらね、ピンポーンってチャイムが鳴って、でまあ弟一応、まあ、留守番なのでね出てくれて、で出たところ、丸々ガスのものですけれども、今日はガスの点検にやってきました。で一応、まあ、留守番なんでそのことを正直にね告げたわけです。で今日家主がいなくて留守番なんですけどって言ったら、まあそうですか、じゃあまた次の日というかまた来ますみたいな感じで切ったわけなんですね。でまあなんで、まあ、家に入ってくることもなくそのまんまそのガスの検査員の人は帰ってったわけなんですけど、でその日、まあ、私が夕方帰ってきて、で弟に何かあった、あ、なんかねお客さん来たよ、なんかガスの検査員って言ってた。で弟は、まあ、その次の日に、まあ、試験も無事終わって帰っていたわけなんですけど、そっかと思って、私も、まあ、そのままねちょっと 2,3 日忘れてたんですけど、でまあと思って、まあ、何々ガスっていうからそこのまあところにね調べて電話したんですよ。そうしたらなんか検査でね回ってきていただいたみたいなんですけど、いつ来られるのかなと思ってって言って電話したら、そんなものは回ってませんけどって言われたっていうお話なんですけど。なるほど。まさかの一コアでしたね。一コアでしたね。心霊系じゃなくて。そうなんですよ。一コア系で。ね、本当に何？霊感がないので。怖い話、怖い話って一生懸命考えて、でも本当にちょっと背筋が凍る思いだったの。ああ、でも確かに。その当時 ね、 怖いですね、そう、本当にそういう事件がいっぱいあって、うん、まあ、ある意味ね本当に悪運強いなと思うんですけど、たまたま男の弟だったっていう、うんうんうん、多分向こう持ちって思ったんだろうなっていう話なんですけど、怖いわ。なんか震災直後結構あったらしいですね、そういうのね。あ、そうなんだ。3.11 の、はい、の時に結構あったらしいですよ。いろんな犯罪が増えてる中でね、まあ、なんか首都圏の方がそういう話って言うと多そうですよね。その豊橋よりもそういう人が集まってるところの方が多そう。多分ね。そう、本当でもね、そのそれもしいたらどうしたんですかね。分かんない。上がってきて何かされちゃうとかいう感じですかね。多分まず検査なのでね入ってくると思うんですよ。そうですね。そうですね。それでまあ鍵閉めるなりしてみたいな。まあどう、私もねちょっとそこら辺もね分かんないんですかね。
多分留守で男の人が出たから、うん、あ、まあ、その点検しながら女の人かどうかを確かめつつだと思うんですけど、留守の人が男の人だったから、うんうん、ここには女の子いないなみたいなので、うんうん、次から来ないとか、うんうん、あ、その可能性もありますよね。目的はその、うん、マキさんの部屋じゃなくて、うん、ポストとかだったら、うん、もう誰か開けてくれればさ、うんうん、OK だもん。手当たり次第行っとる中の、うん、その可能性あるんですよ、ね、学生寮みたいな建物だったので、あ、まあ若い子しかまず住んでない、ただ男女入り乱れてて、まあ一番上の階だったんでね、私4階に住んでたので、うんうん、まあ女の子ばっかりだったんですけど、その階は、うん、まあ下の階とかにね、電話じゃない、あのピンポンしてたら、うん、まあ、男の子が出てみたいな、なんでうちが初めてじゃなかったのかなみたいな。あ、確かに、なんかもう本当にそのアパートにいた時は裏が竹やぶだったりとかしていて、雷が落ちてみたりだとか、あの、ね、結構いろいろあったんですけど、あのお化けじゃない怖い話いっぱいあるじゃないですか。そうなんですよ、ね、お化けじゃない怖い話はいっぱいあって、うんうん、で実はね、お化けなのかな、お化けじゃないのかなっていう話もあってね、もう一個聞いてもらいたいのが、そのね、あの部屋に住んでる時にね、時々ね、ラップ音みたいなものはね聞こえてたんだけど、基本的にお化け信じないというか、まあ怖いので信じないようにしてたっていうのもあったんですけどね。でそんな中ある日寝てたらね、金縛りにあったんですよ、うん、でそれは時々あって、でもすぐに解けて、まあそのうち寝ちゃうみたいな感じだったんだけど、ある日はちょっと違っていて、なんかね、金縛りからのふわーっとした感じになって、うん、足からねこう上がってく感じがしたの。あれ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 、なんだろうこれ、私なんか上上がってっちゃうのかなって、足だけですよ、だから頭の方は下に下がってるからこういう感じになってるんだけど、足が、あれあれって思ってたら、そのうち戻るか戻らないかと私の意識が薄れていくのが同時ぐらいで、あれは何だったんだろうっていう、夢です、夢ですね。考察する気あるんですか。すごい鋭い考察だと思いますよ。夢ですね。そうなの、でもね本当に結構リアルな感じで、もう本当何十年も前の話なんでね。それラップ音とかその後は鳴ってたりしましたか、その後も。あ、でもね時々やっぱありましたけどね。これ新築ですか。いや全然築ね十何年だから、あ、そうなん、だからそれなりにまあね馴染んでるからね。金縛りとかはどう。あ、だから金縛りも本当に、うん、ちょこちょこありました。あったけど、でもなんか変な人がね出てきたりとかしない限りは霊的なものではないとかって言ったりするじゃないですか。そうね、そういうのはないんですけど、掴まれたとかね、はいはい、そういうのはないんだけど、でもやっぱりね金縛りはちょこちょこあってます。なんか金縛りってそういうものっていう認識がちょっとあるんで、まあ、なんか怖いっていうよりかはなんか気味悪いというか動かなくて嫌だっていう、そうね、ちょっと気持ち悪いな、ストレスみたいな感じですね、疲れてんのかなみたいなね、そんな感じじゃないですか。でもラップ音に関してはラップ音鳴る時ってまだ全然大丈夫なんですって、うん、っていうのもこの部屋とか家とかって結界みたいなのがあるんで、うん、幽霊入ってこれないようになってるんですって、うん、あ、もともと？そうです、これは霊感ある人からのお話なんですけど、はい、でそれでも自分がここにいるよって外から自分を示したいから音を鳴らして存在に気づいてもらおうとしてるんですよ。要するに入ってこれないから外から音を出してるんですよ、気づいてって。これ鳴らなくなったら入ってきてるってことなんですよ、もう入れてるから取り付けましたっていう意味なんで、あ、じゃあラップを鳴ってる方がいいってことなんですね。鳴ってる方がいいんですよ、実は家の中だったら。うわー、なんかちょっと逆に怖いですけどね。でもマキさん幽霊信じてないんで。そうですね、取り付かれても分かんないですね。それも怖い僕たちも霊感ないんで、取り付かれても分かんないです、ね、なんかだんだんね、あの背中重くなってっても少しずつだと分かんないみたいな。ちなみにその金縛り中に部屋とか見えたりとかはあったんですか。あ、でもね怖いから目を開けないんですよ。そう、なんかよくその部屋が見えてなんか ドアから入ってきたとかあるじゃないですか。あ、それ目開けなくてもっていう感じなのかな。なんか金縛りに合ってる人を見ると目開いてないらしいですよ。いやー、
だから余命の可能性が高い。だから一言ね終わらせたんですよ。あながち木村さんも間違ってないと思う。出会ってほしいんですけどね。まあまあそうですね。そうですね。まあ実際理解できないものなんでね、うん、それをなんかこうどう考察するかみたいなところなんですけど、うん、理解できないものを無理やり理解できるようにする自分たちの知ってる範囲でってなると、うん、やっぱり夢です、うん、夢です。そこにたどり着くっていうのね、はい、怖い話の結構あるんですよ。なんか怖い話を送ってくださいみたいな、うん、すると、あの私がこう小さい頃に見た夢でとかいう話がたまに送られてくるんですけど、送ってくるのはめっちゃありがたいんですけど、夢を考察するってそうなんですよね。めっこうなんていう、何でもありじゃないですか夢って。確かに確かに、そうしづらいんですよね。怖い夢で見た怖い話ってもうその人の頭の中で起こってるだけなんで、話がなんか物理的になんか起こってるわけでもないし、うんうん、それで付随してなんかね怖い話があれば、そうそう、なんか続きは、うん、目が覚めてそれになんかリンクしてるとかだったらなんかね、うん、話があるんですけど、うんうん、怖い夢の話されてもなっていうのはね、分かるんです。とりあえず普通に友達と喋る時も夢の話は盛り上がるんです、うん、夢ですってなっちゃうね。そうそうそう、もうできることと言ったら夢占いしかないですね。本当にいろんなねその怪談話が全国から送られてくると思うんですけど、はい、これは怖いわみたいなの ありますよ。あの庭の庭にその離れみたいな小屋があって、あ 怖いその中に柱があって、そこになんかドアがついてるんですよ。扉というかちっちゃい、そこになんか食器っていうか祭壇みたいなのが、うん、そうそう、杯だったっけ、杯があって、杯かなんか、そこの柱が開くってこと？あ、一部一部そういうなんかなんていうんですか、加工がしてあるっていうか、そうそうそう、神棚的ななんか、あ、多分そんな感じですね。でそれを代々そこのお父さんっていうか、もともとはおじいちゃんからなんか始まってたような感じだった気がするけどな、はなんか短命でみたいな、はいはいはい、必ずそこに行ってなんか触ると死ぬみたいな感じでした。うん、でお父さんもそれで亡くなっちゃって、ええ、そこのとこで、うん、なんか私がこう最後な息子で長男でみたいな、私以外そのあのしなんだ子供は私だけなんで、うん、私もそうなっちゃいそうで怖いんですみたいな、うん、なんか実家にはもうしばらく帰ってなくてみたいな、うん、何そのその離れにある怖い、うん、怖いですよね、うん、なんかあからさまに霊が出てくるとかいう話じゃなくて、うん、何その風習なのかも分かんないし、ちょっと土着信仰系っぽい雰囲気もあるし、その話は怖かったですね。なんかそういろいろな、まあある意味影の習慣って風習というかね、うん、みたいなのもちょっと知るわけじゃないですか、うん、なかなかその表には出てこないような、うんうんうん、そういうの、あのお坊さんの話、なんかちょっとそれ系だなと思ったんだけど、すごい長いやつ。あ、すごい長いやつ。ああ、はい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 。うんうんうん、ねえ、この間の、そうだね。佐賀かな、うん、の話だったと思いますけどね。そうそうそうなんですよね。そう、すごいね、山の奥の方に行って、うん、そう、その土地の人たちが誰もそのお祓いに協力してくれなくて、うん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 、そう、なんかすごいね、 その土地その土地の風習だとか、まあちょっとそのね、そういうのその村民性みたいなのとか、そうそうね、なんかすっごいリアルな話が多分いっぱい集まってくるんでしょうね。そうそうなんですよ、ね、そうなんですよ、だからそれをねありがたく考察させていただいて、そう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 、楽しい番組になってるのでね自分で言うのもなんですけどあのツイッターであの告知をしてくださったおかげで、はいはいはい、すっごいたくさんメッセージいただいてます。マジですか？はい。皆さん実は俺ら、結構人気ある。木村さん今日どのスタンスで行くつもりですか？東三河ではあの誰にも誰にも東三河から一通もメールは来てないと思う。全国的にはっていう。ちょっと見てみましょうかね。トラクスターさん。こんにちは。オカルトラジオのお三方が登場するの楽しみにしていました。地元にもオカメいますよ。ほら、いるじゃん。地元の。地元の。初めてです。一人います。オカメの
泉さんね、はい、前回ご出演の時は聞けなかったので今は仕事中ですが聞いてます。やっぱり豊橋じゃなく東京からですが素敵に本当に素敵な3人さんですよといただいてます。ありがとうございます。さあそしてですねモフモフさんです。こんにちは、オカラジがラジオに出演とても新鮮です。 THC オカルトラジオはいろんな顔があってとっても楽しくておすすめです。岩手から楽しく聞かせていただいてます。本当だすごいね、日本全国いろんなところからでも東三河には刺さってないです一人一人一人そんなことないですユッキーさん、ユッキーさん、私は豊橋に引っ越してきてオカラジを知ったのは数年前、去年は念願の木村さんのお店にも行けました。おー、ありがとうございます。木村さんが大好きです。名古屋市の私に豊橋の情報を教えてくれたのはオカラジとヤシノミ FM です。いや嬉しいですね。嬉しいですね。いやでもそれこそキム兄さんのラーメン屋さん、はい、ファンも別でファンが多い。私も誰も全然ファンだったんですけどラーメンの方は、ね、ラーメンの方は以前からファンだったんですけどラーメンの方です。ラーメンの方は僕たち黙ってきますラーメンの告知した方がいい。本当にいろんな方面からファンはね集まる要素がね3人さんいっぱいあると思うんですけどね。間口が広いですよね。ケースケも夜のお店やってたりとかする。はい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 。トモさんは何もやってないです。何もやってないことはないでしょ。飲食じゃないです。ぶっかけた話ねちょっと聞きたかったんですけど、はい、あの YouTuber としての収入すごいんじゃないですか。いやもうゼロ円ですね。ほぼゼロ円ですね。嘘。じゃ本当なんですよ。それが。なんですかね。なんで？ユーチューバーってね、あれ職業じゃないみたいです。本気ですか？そうなんですよ。まだ5万人とかだとね。はい。1人3人で割ったら20円ずつぐらいのもんですね。そうですね。1月。これ本当なんですよ。めちゃくちゃ疑ってる。疑いの目です。頭の中にはあの野立て看板は。もうだって髪の毛にほら、お金の音がしてるのあれは門原のお金ですね。そういうことか。ラーメンで儲けたいつもお世話になってます。そうかそうか。肉塩ラーメンで儲けたから。そうですね。なるほど。まあ、でもあの YouTuber ってこの YouTube の規約で言っちゃいけないっていうのがあるんですよ、はい、あ、なるほどね、そういうことですね。ちょっとぼかしはね絶対に必要なんですけど、そうか、そうなんですよ。いやでも本当にそれこそね、これからもっと皆さん全国で、ね、今日聞いてくださってると思いますけれども、ね、もうとっておきの怖い話じゃちょっとおからじさんの方に送っていただいて、うん、はい、もう皆さんをちょっと怖がらせてほしいと思いますけど、ね、うん、本当そうですね、うん、最近も投稿も多いですからね。多いですね、本当に、うん、ありがたいことに。え、どうなんですか、もう結構もう続々とこうやって皆さんがメッセージくださるみたいな感じで、あ、また来たまた来たみたいな、そんな感じなんですか。でも1日1、2通は来ます。そうですね、本当、うん、そのペースでどれぐらいで更新されてるんでしたっけ。今は週に2回ぐらいは更新してますね、はい、その週にペースで更新できるだけのネタもあるってことですもんね。あ、もうネタは本当に送ってもらってるんで、うん、皆さんから僕たち適当に喋ってるだけなんで、ね、そう、それについてあるのか。いやまあでも本当にどうですか、3人さんでこれからやってみたい方面とか、なんかそう基本的にはまあオカルトがね軸にはあると思うんだけど、まあね、それこそサブチャンネルもあることなんでね、結構僕的にはですけど、はい、オカルトって結構昔はなんか気難しい人が多いというか、うん、ちょっと怖くない話したらそんな面白くないみたいな風にされたりとか、うん、その知識知らんなら入ってくんなみたいな、ちょっとなんていうか間口が狭い感じがして、なんかテレビとかで何かやってもいい加減なこと言うなって叩かれたりとか、いやもっとシンプルに楽しめるもんだぞっていうのが僕の中ではあるんですよ。確かに。なんでこう怖い話なのにゲラゲラ笑いながら喋っとっても許されるぞっていうのを発信したいですよね。むしろそうやってみんなが興味持ってもらった方が世の中にいろんな面白い怖い話が生まれる気がするので。確かにね。もうちょっと気軽にね、こういう怖い話ありましたよみたいなのを送ってもらえたら嬉しいなと思います。そうですね。まあ考え方っていうのもあるしね。
ね、僕たちなんてそれをこうやって変えれば怖いですよとか言いますから、ね、次話すときはこう話してください、ね、これこう話してくださいとかいやもうちょっとじゃああれですね、豊橋のファンももっと増えるように、そうですね、せっかくなんでこれ聞いてる方で ね怖い話あるよっていう人は、ね、あ、ぜひぜひ、そうそうそう、あの THC オカルトラジオさん宛てにね送っていただければと思います、うん、あ、出遅れたケイスケ頑張れってねメッセージいただきました、ありがとうございます、ました呼び捨てかいっていうね続々と皆さんメッセージいただいていて、ありがとうございます、ありがとうございます。でもそろそろね時間が来てしまったので、なんと楽しい時間はあっという間ですね、あっという間ですね、ちょっとまた第2弾第3弾をねやっていただきたいところですけど、また呼んでいただけるんですか、もうぜひぜひまたちょっと別枠とかでぜひ来てほしいです、別枠2時間やります、ね、これいい、本当にちょっとスペシャルでねやりたいぐらいです、あ、じゃあ夏、うん、このヤシの実の、うんうんうん、で起こった怖い話の特集やりましょう、あ、なるほど、2時間ぜひよろしくお願いします、うん、ぜひぜひ話進めてますけど、はい、さあ最後になりましたけれども3人さんから一言ずつ、はい、この放送聞いてる皆さんにメッセージお願いできますか、はい、じゃあ、はい、トモさんから、はい、今日ちょうど夜本物もう本当に幽霊が見える人がゲストでユタの孫なんですけど、ゲストで出た動画が上がりますんで、ぜひそっちチェックしてみてください。見たい見たい見たい。はい、僕ですか？はい、ですね、三河は今日分かったように、うん、東三河では全然人気のないあの人たちですけど、僕たちは、うん、あの皆さんの力があればね、僕たちもっと輝けると思いますので、そうね、そうね、そう、牧さんが言ってくれたね、輝いてる人、注目されてる人、うん、努力している人、これ最後の1個しか当てはまってないんで、僕たちみんなで僕たちに輝きと人気をお願いします全部って紹介してくれる、はい、全部あります、はい、じゃあ最後君さんお願いします、はい、まあ、私たち主には YouTube で活動してるんで、YouTube でね検索カタカナでオカルトラジオって検索してもらえると一番上に出てくるチャンネルが、まあチャンネル名は THC オカルトラジオっていう名前なんですけど、その THC は豊橋シティの頭文字で THC オカルトラジオっていう感じなんで、はい、ぜひねそれで検索して登録してもらえれば、聞いてほしいなって思います、はい、うん、はい、ありがとうございます。いや本当にね今日のこれで一人でもね、うん、豊橲東三河のファンが増えることで本当そうですね、刺さればいいなと、本当そうです、はい、もうでも楽しかったです、夏とかに怪談特集やってほしいっていう、ね、メッセージも来てますので、ぜひぜひ、ぜひやらせていただけるのであれば、オカルトはエンターテインメントですから、ね、そうですね、確かにね、本当にそうなりつつありますよねそれも本当に岡田さんのおかげかなっていう感じもありますね、そうだといいですねそうなるように頑張っているなとは思ってるんですけどはい、というわけで、はい、今日のたまきの部屋は考察系 YouTuber THC オカルトラジオさんの皆さんでした。どうもありがとうございました。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 全然時間が足りないですね、本当にまあでも今2時間の特番決まったんで、決まったんで、ね、勝手に決めてますからね、ぜひやりたいです、本当に今日もいいお話でしたわ、次回も楽しみね。ではまた後ほど。